はい。皆の者、にゃはろー。よいしょ。ちょ、この BGM、短えな、これ。これ短え、短えわ、これ。はい、皆さん聞こえておりますでしょうか？聞こえておりますか？あ、聞こえてるね、にゃはろー。どうも、エリートミュコの桜ミュコです。まあ今回はね、作戦会議ということでね、まあ、週末お泊まり作戦の、まあ君たちはね、要となるということでございますね。どうも、ゲンド？誰だ？その、そいつは、知らないよ。知らないよ。ダブルメガネかけててクサ。光らなかったからね、ミヤコのメガネは。まあ今回は、お泊まり作戦ということで、まあね、27日、まあ土日です。27日と28日に、まあミコマリでね、コラボする予定が、本性マリンさんというのを知ってますか？本性マリンという女をみんな知っておりますか？まあいろんなね、女をこう、お泊まりだとか、オフコラボとかの、聞いております。まあ、この人物ですね。そう。この人物、とうとうね、ミュコの家にも、招き入れることになりました。やってる。矢がカタカナになってるね。それは本当かね？やってんの？マリンは。コロメントね、まあなんかあの17歳のね、ガキンチョに吸いたいだのか言ってるみたいですね。まあ今回はね、そういうのもあり、ミコちゃんはね、これは対策せねばなと、これは準備をしないと、まずい。まあエリートなのでね、ホロライブ筆頭の、そういうね、危機察知というのはね、まあ自信があるわけですわ。今回は、船長も17歳です。え？船長17歳なの？え？船長17歳なの？おとぎ話じゃないの、それは。なるほどね。まあ、17歳ということでね。まあ、17歳らしいんですけども。そう言うと、ミュコの年下なのかな？全くそんな感じはしないんですか。まあ、どんなものかっていうと、まあ、いわゆる、ドッキリだよね。ドッキリ。わかる？ということで、今回は、本性マリン、オフコラボ、週末お泊まり作戦と称し、まあ、いくつかのドッキリ、そして、まあ、検証とか、やっていこうかなと、思ってるわけですね！どんな反応するのか、楽しみですね。ねえ、マリンさん！それじゃあ、皆さん考えましたか？じゃあ、行きますよ。よろしくお願いします。ミコチが買った BL 本を玄関に置く。あれね、あの、レバイさんとヘイチョウの BL 本ですね。ま、でもさ、逆にさ、持ってこられる可能性があるよね。酔っ払ったって言って土を揉む。やばいね、それね。エッチすぎる。まあ、そういう感じで、あの、猫が普段やらね、とりあえずおっぺを揉む。お前らおっぺ揉んでるところが見たいだけだろ、それ。誕生日じゃないのに誕生日ケーキ渡す。やだね。誕生日おめでとう。え、そん時はさ、
あのみんなも、じゃあそれ1位にならないとダメだよね、それは。そしたらあのコメントのみんなも、おめでとう、生徒誕生日おめでとうよっ。年齢にさ、何歳って書こうかな。マリンちゃん何歳って書こうかな。ねえ、45本立てるね。お化けと会話。あ、いいね。それはなんかナチュラルにできそう。あの、いきなりなんか喋り出すでしょ。じゃあお前それマジにやめなって。うん。よくあの、ま、アニメとかにあるやつね。アニメとかに。見えない相手に喋り出す。オッケーオッケー。際どい下着を用意する。それはちょっと思っできそう。なんか買えばいいんですよ。なんかさ、もうすっごいなんか、え、なんでここがパッカリ開いてるんですかみたいな。どこで買うんだよ。え、もうそれは下着屋さんで買うんだよ。ガーターがついてるエッチなやつね、透けてるやつね。部屋の床にガタ、完全に誘ってると思われるよ。まずいね、これね。どういう反応するのかめっちゃ気になるな、これ。喜んできそうだよな。喜んできそう。これ喜んできそうだな。冷蔵庫にエロ同時。ツッコミどころ、ツッコミどころ多すぎだろ。船長がさ、好きそうな、BL の種類ってみんなわかる？わかる？プロメア。わかった、プロメアね。わかった、プロメア。オッケー、メモしとくわ。プロメア。はい。ガロリオ。もう専門用語だね、これね。ガロリオ。え、あえてオリジナル。あえてオリジナルも確かにありだね。あえてオリジナルもあり。好意がないものは絶対に許されない。なるほどね。船長のコスプレ。コスプレ？ヤゴーとペアルック写真を飾る。やだ。猫がやだじゃん、それは。なんで、ヤゴー、ヤゴーのさ、音声を時々流すとかどう？あ、検証だ、これは。ヤゴーの声いつ気づく？15分に1回ヤゴマリンに使い心地いいよっておしゃぶり渡す。あ、余ってるからね。余ってるからね。おもむろに加える。でさちょっと一服感覚ちょっと一服してきていいって言ってちょっと一服してくるわ。一服していい？あ、分かった。ちょっと一服するわ。飲み物を哺乳瓶で出していつ突っ込まれるか。いや、突っ込むだろう。あ、でも猫が、猫だけど飲み物ちょっと配信中にごめんって言って、配信中ごめんっつって飲み物持ってくるわーって言って、こうやって、よし、じゃあちょっと待ってて、喉乾いたから飲み物、あ、なんかおかわりいる、あ、大丈夫ですよーって言われて、あ、じゃあ持ってくるわーって言って、てって持ってきたら、哺乳瓶。哺乳瓶に入ってる。で、みこは哺乳瓶の加えるところの細いところで、もう飲むみたいなね。手は出さないで、手は出さないでね、さすがに。女の子だしさ。キャーってなるんだよね、多分。え、見たい、メスマリン見たい。てかさ、みやこ今回メスマリンを引き出したいよね、メスマリン。やっぱさ、メスに興奮するマリン。
よ。もうずーっと見てるけど、やっぱメスに合ったマリオ見たいよね。やっぱ可愛いマリオが見たい。メスマリー。いや、そう、発情系のあのメスじゃなくて、なんだろう、びっくりしちゃうとかのメスね。以上ね、お泊まり作戦会議。週末お泊まり作戦の会議を終了とします。こちら、27日、28日、土日で、ニュコマリオフコラボがあるので、ぜひ、ご覧ください。にゃっはろー、始まるよー。おめ、ファッキュー。